皆さんこんにちは、再発させないを目指す歯科医師秋元です。歯科衛生士梅村です。今日はですね、歯医者さんで歯を抜くというふうに言われた時に、見ていただきたい動画で、決してね、歯医者さんから、バシッと歯を抜くと言われても、諦めないで、もしかしたら残せる方法があるかもしれませんよっていう内容のことをお話ししようと思います。結構ね、血抜く新規の患者さんも他の歯医者さんで歯を抜くって言われて、でそれでなんとか残したいっていう風なご希望でいらっしゃる方結構多いですよね。多いですね。皆さんやっぱり歯抜くって言われると怖いっていうか嫌だっていう気持ちが大きいみたいですよね。そうですよね。で結構ですね、誰が見ても抜歯を抜かなきゃいけないっていうことは、確かに多々あるんですけども、そのグレーゾーンで皆さんが思ってる結構広いんですよね。でやっぱり歯医者さんの各々の例えば受けてきた教育とか、その先生の知識技術によって、結構のこの A 先生だったら抜歯だけど B 先生だったら残せるなんていうことも結構あって、で、学会とかの、そういうアカデミックな場でもこの歯を抜くか抜かないかっていうところが結構ね議論になることは、よくありますよね。中にはね、いやもう先生ね、もう抜くことになったらもう最終的にもう全部抜いてそういればでもいいからとか、いいとは思いませんけどね、とかね、いや今インプラントがあるからもうダメになったらインプラントにしますよなんていうふうにね言う方もいますけど、もちろんね、私も入れ歯は作りますしインプラントもするんですけども、やっぱりどんな治療法にもメリットデメリットがあって、で天然の歯を超える治療というのは、未だに存在しないので、可能な限り天然の歯を残してあげて、で、どうしても残せなくなってしまったら最後の切り札でもう抜歯というふうな決断をするというのが、正しいスタンスかなというふうに考えております。歯を抜く原因ってどういうのが考えられますか？虫歯歯周病、そうですよね。皆さんご存知の虫歯歯周病、あと歯が真っ二つにパカンと割れてしまって、抜くことになるなんていうこともありまして、大体、その3つで、日本人の抜歯の理由の、90% 近くを占めているというデータがあります。で残りはね、交通事故とか、親知らずを抜くとかね、そういうトラブルではなく、病気で抜くというのは大体その、3種類なんですよね。今回は、虫歯について、お話ししようと思います。虫歯で抜く場合って典型的な写真がありますけども、結構こんな感じ でもう歯がねほとんど残ってないような、こういう状態の歯がね結構抜歯の対象になることが多いんですよね。で、図で言うとですね、歯がありまして、歯の神経が中に通っていて、でこの青い部分は、歯を支えている骨ですね。でその上に歯茎が、乗っかっています。でさっきの写真みたいな状態は、もう歯がなってしまって根っこだけになってしまっている状態です。で、なんでこの状態で歯を抜くっていう風な決断をされるかっていうと、この歯茎の高さより低いところまで、歯がなくなってしまうと、仮に、この歯を残したとしても何か最終的にかぶせ物とかを作るときにこの歯茎から潜ってる、この辺りって型取りするのがすごく難しくて、難しいというか、不可能なこともあるんですよね。でそれで、不正確な形で型取りをして、そうするとかぶせ物もねどうしても歯にぴったり合わないような形のものができてきてしまうん でそれで、もうこの歯は残せないんでというか、修復できないんで抜きましょうというようなパターンが結構あります。さっきの方の歯なんかそんな感じですね。僕らもねこういう歯を見るとちょっとギョッとすることがあって、もうね一瞬もう抜歯かなっていうふうに思うことがあるんですけど、残せることも多々ありまして、実際どういうふうに残すかっていうと、
この埋もれてる部分の歯を上に引っ張り上げてあげて、これはあの部分的な歯列矯正ですね。で引っ張り上げてあげて、あと、まあ歯茎とか骨の高さを下げてあげるというような形にして、健全な歯が歯茎より上に出てくるようにしてあげたりすると、あの修復が可能になってくるんで、そのようにして他の歯医者さんで抜歯と言われた歯を残すことがあります。で、ただ何でも残せるっていうわけではないんですよね。実際、先ほどの写真の方の歯は、私は抜歯判断したんですけども、それはまあなぜかというと、たとえ、歯を引っ張り上げたとしても歯の長さ自体が長くなるわけじゃないですよね。当たり前なんですけどね。このペンで言うと、この白い部分、これが、まあ、骨に埋まっている部分だとして、上に出てる部分より支えている部分が大きければ、まあ、その後噛む力がかかっても結構しっかり、持つことができるんですけども、これが逆転して根っこの中に埋まっているのがこの赤い部分だとしたら、すごく、まあ、イメージ的には頭でっかちな歯になりますよね。で、そうすると、まあ、せっかく残したとしても噛む力がかかってし、負担がかかってくることで歯がグラグラしてきて、結局歯が耐えきれなくなっちゃったりとか、まあ、修復物が壊れて取れてしまったりとかっていうことがあるので、歯を支えてる部分と上に出てる部分、これが、まあ、1対1、ね、が逆転して根っこに埋まってる部分の方が、まあ、短くなってしまうような時には、残しても、ね、長く持たないというふうに判断して、マシになることが多いというふうに感じてます。であとはですね、あの虫歯がどんどん進行して、この歯の、まあ、股の部分ですね、こういう部分にまで虫歯が進行して歯にこう穴が開いてしまうというような状態の歯も結構抜歯の対象になることがあるんですよ。でその場合にも、まあ、全部が全部抜歯ということではなくて、歯 の, その穴が開いてる、穴の大きさが、まあ、小さいような場合は、まあ、MTA とかっていう、まあ新しい、ね、お薬だとか、まあ、いろんな方法で、そこを封鎖してで、歯を作るということも、まあ、可能になってきてます。その穴が開いてる範囲がすごく大きかったりとか、もともと根っこはこう2本ある歯がもう、ね、虫歯が進行しすぎて、もう根っこがねもう別々になってしまってるくらい崩壊しているような場合には、まあ、やっぱり残せないことが多いので、まあ、そういう場合にも抜歯の対象になりますし、今お話したさっきねちょっと出た、穴を封鎖する MTA というお薬なんかは、まあ、残念ながら保険適用ではないんですよね。だいたい 1g 約1万円ぐらいするなんて言われてるんですけども、まあ、非常に高価な薬で、まあ、保険適用でないので、まあ、保険治療で、まあ、救えない場合もあるというのがこういうパターンですね。ただですね、あの基本的に虫歯で抜歯になるパターンってさっきの方もそうですけど、まあ、相当放置しないとならないんですよね、そこまでね。なのでまあ、なるべく早く、まあ、虫歯になったら治療するというのは大原則ですし、時々ねいらっしゃいますよね、あの歯にね穴が開いて、一時期ねすごい痛かったんだけど、いや何日かしたら痛みなくなって治ったと思ったんですよねみたいなねっていう方もいるんですけども、実はそれは虫歯が、歯の神経まで進行して、まあ神経が炎症を起こして、まあ、痛みが出るんですけども、痛みが出てそれをずっと放置しすぎると歯の神経が死んじゃうんですよね。で歯の神経が死んじゃうので痛みを感じなくなって楽になるんですけども、ただねそれは決して治ってるわけではなくて、むしろ状態悪くなってますから、虫歯かなというような痛みがあってそれを長い期間放置してるっていう方がもしいらっしゃったら、なるべく早く
歯医者さんに行って、きちんとした検査を受けて、適切な治療を受けるということをお勧めいたします。まあ、虫歯、歯周病、歯の歯が割れるっていう、まあ、3つの原因のうち、まあ、今回は虫歯に関して、お話をしましたけども、まあ、基本的には何かトラブルを感じて歯医者さんに行くという習慣がある方は、まあ、虫歯だけが原因でね歯を抜くっていうことは、まあ、あまりないんじゃないかなというふうに思われますので、放置しないということが大事ですね。はい、それでは、今回はここまでにしておきますので、次回は歯周病で抜歯になる場合とその歯を残すためにどうしたらいいかということをお話ししようと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございます。